はい、こんばんは、こんにちはかな、裏切りマンキーコングの西澤になります。ちょっとね諸事情で、声だけになっちゃうんですけども、フェス中にね、スプラスピナーコラボを使った時があったんですけども、それを録画してたので、ちょっとあの解説じゃないですけども喋りながらね、ちょっと動画1試合見ていきたいと思います。でね、これがねすごいスペシャルが溜まりやすいんですよ。すごい早いの。もうバリア溜まりそうでしょ。バリアが強いので、まあガンガン塗りながらバリアをまずは溜めて、敵のね陣地に、まあ、入っていくというとこですね。でまあ後ろに仲間がいたので、まあ、仲間がね塗り残したとこは塗ってくれるだろうという信頼関係のもと、まあ、とりあえずキル取りに行こうかなと。でチャージャーがあそこにいたので、まあ、とりあえずはあっちに逃げてと思ったら敵見つけたので、バリア吐いてポイズン打って、遠くのやつにポイズン打って手前を倒してから奥を倒すっていうね。強いね、強い。まあバリアがね、あの若葉だとさ、バリア吐いて敵倒そうとしたら敵に逃げられるっていうことがよくあるんだけど、ポイズンがあるから絶対ないのね。それがバリア吐いて目の前の敵にとりあえずポイズン先に吐く、そしたら敵が逃げれなくなるからそれを倒すっていうね。で、あの若葉使ってて射程負けすることがすごい多いんですよ。S プラス99とかさ、カンストしてるようなスプラスピナーコラボとか使ってる、中距離シューター使ってるような人はねきついんだよね、打ち合いが。それがねできるってのがすごい強いなと思います。でここもねバリア吐いてうまいこと3キル取れて、で手前にこうジャンプしてくる、してジャンプしてくる人も見えたのでね、まあ、とりあえず1回引いて仲間が倒してくれましたね。でまあセンサーで上から上がるやつが見えたんで、あのこうポイズン投げ落として外しちゃうのね。結構ポイズン、まあ慣れてないと難しいんですけども、まあちょっと範囲でかいんで、まあうまいこと壁とかに投げて、あのポイズン当ててっていう感じですかね。いやー強いねー。まあ使ってる方いると思いますけども、でここねちょっと前に出すぎて抜かれちゃうんですけども、あのポイズンでの抑える力っていうのがすごい強いので、あんなね無理やりあそこまで出なくてもポイズンを投げとけばいいんですけども、安全に、まあバリア溜まったら前出る感じっていう、立ち回りでいいのかな。基本はねあのちょっと引き気味に、車に構える感じで、そう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 、ああいいね、塗ってバリア溜めて、もう多分突っ込もうとしてんのかな。この時何を考えてるか分かんないですけども、あー多分そうだね、バリア溜めてポイズン投げて、ここで1キル取ろうとして、でそうですね取って、違うやつを倒したのかな今。まあまあまあうまいことキル取ってっていう感じだよね。いや強いね。もう若葉いらないんじゃないかなっていうぐらい、もう若葉でやりたいことをこっちの方ができるんですよ。なんでもしかしたらちょっとこっちメインになるかもしれないです。まあね、あのよく一緒にやる人にはこっちの方が強い、こっちの方が強いって言われてて、いや癖あるからちょっと使いづらいんだよなって言ってたんですけども、ちょっと今回のフェスでね、あ使ってみようって思いました。そんな感じで、まあスプスピの頃、動画は、終わりですね。まああのガチマッチとか、まあ、ガチエリア、ヤグラ、ホコやって、まあ動画撮れたらちょっと上げようと思います。でですね、あと、2月21日にCカップっていうね、ネット上の結構大きめのスプラトゥーンの大会が、予選があったんですけども、それの方も録画したので、まあそっちの方は声なしでちょっとプレイ動画として上げようと思いますので、大会出たことないとか大会どんなのか気になるっていう方はね、ぜひあのどんな感じかっていうのを見てみてください。というわけで、まあ今日一人だったんですけども、一人で声だけっていう形なんですけども、あのご視聴ありがとうございました。また、次回の動画よろしくお願いします。